情熱的なものが。自分はあのいつもあのこの経産省の官僚大臣に男が来てるんですけども、まあ、そのうち彼らを、我々のこの抗議者たちのですね前に引っ張り出したいという思いは皆さんと同じです。で今日は皆さん集まっているのでもう一度確認してみましょうよ。今日はあの哲君が再三あの311当時事実としてスピーディーが隠されていたと、これまず事実でしたよね。それからメルトダウンをした、これも隠されていた一時期、これも事実でしたよね。それから最近で言えば汚染水、参議院選挙が終わるまで隠されていた、これも事実ですよねと、ね、それからもっと言えば汚染水問題に関係して安倍首相が東京オリンピック招致で、ね、300メートル以上の海水を海洋汚染はないと言ったのに、今日か昨日か 1.4 キロでセシウムが検出されたと、大量に要するに彼が嘘をついたのも事実でしたよねと。それから TPP の問題、自民党は参議院選挙の前で TPP に反対だというある意味公約を掲げた上で選挙に臨んだ、そして重ねて農業5品目生育を守ると言って TPP 交渉に参加した。まず TPP 年内妥結を目指す、要するに自民党が TPP にコミットしていることも選挙のある意味公約を違反した事実も、これもまた事実ですよね。それから農業5品目、これも正義として守られないだろう、これもほぼ事実確定ですよね。しかもその自民党議員たちは女性選挙において一票の格差が5倍ぐらい違う選挙において選ばれて好き放題やってると、得票数においては全有権者の 20% 程度、この程度の大不能者たちと言われている者たちが自分たちの好き放題にやっていると、これも事実ですよね。そしてこの経済産業省、皆さんもご存知の通り電力会社、特に東電のために電力会計法を変えた、要するに今まで廃炉に関わる費用、これは資産勘定、いわゆる不良資産だったものを、いわゆるバランスシートの中にあったものをプロフィットロスト、いわゆる経費の方に回した、いわゆる原価に回したと。これは何を意味するか、総括原価方式でしょ。廃炉費用を資産勘定から原価勘定に回した、経費勘定に回した、つまり総括原価方式にのっとれば電気料金に加算される、こういうことをいつの間にか決めて、我々の知らないところでいつの間にか決まったよと言っている、これも事実ですよね。一体これが民主主義なんですか、皆さん。今この日本で行われていることが
ですか？違います。行政なんですか？本当の国民主権者のための社会なんですか？ここが。それを皆さんもう一度確認しましょうよ。これは何なんですか？独裁だ。揚げ国ですよ。皆さんもよくご存知の通り、今憲法の解釈改憲が行われようとしている集団的自衛権を解釈改悪によって進めようとしている、それとセットで日本版 NSC、 それから秘密保全法、それから共謀罪、彼らは一体何をやろうとしてるんですか？君らも一体何をしようとしてるんですか？確認しましょう。これら全て今起ころうとしている現実で、そしてこれが今の日本の事実なんです。果たして我々の生きているこの国は何なんですか？本当にこんなもんが民主主義だとは言えへん。いい加減目を覚ましなさい。皆さん走ってる、みんな歩いてる、みんな通り過ぎていく君たち、いい加減目を覚ましなさい。彼ら一般予算我々40兆あれです、50兆ぐらいですか今だと。一般会計、彼ら特別会計400兆ぐらい持ってるんですよ。何なんですかその特別会計の使い先、どこ行ってんですか？あんたらが経済産業省、文科省、原子力関連予算として毎年毎年数十億数千億を何のために使ってんですか？福島第一原発がこれだけの事故を起こしたというのに何のために使ってんですか？その一方で福島子ども被災者支援法、閣議決定されたそうですね。ただ33市町村ですか、限定されました。金が出したくないんですね。何のために金を使うんですか、税金を。そして当然民間企業でしょう。ただ今や原子力損害支援賠償支援機構に50数%株式を持っていかれているわけですから、反国有です。税金が大量に投入された。なんでですか？本来なら破綻処理して叱るべきでしょう。抽選問題の時も同じ、東電問題の時も同じ。国と行政は一体誰の方を向いて誰を守ってるんですか？会社構成法を適用すればいいんじゃないか。誰を守ってんだあんたら、誰の金を守ってんだあんたら。ふざけんな、これが民主主義か。
々のための政治ではありません。これは国民のための政治ではありません。国民のための共生ではありません。